みなさんこんにちは、しおりんチャンネルのしほです。今日は1年前の私と比べてみたいと思います。だいぶ変わったよね。ねえ、身長が高くなりました。そうだね、身長が高くなったから縦に伸びたんだよね。何センチ伸びたのかな、分かんない。どれぐらい伸びたんだろうね。632ぐらいしか。2ぐらいだったよね。今が141センチなんで、じゃあ10センチぐらい？ 10 センチぐらい伸びたかな。1年で10センチ伸びる人いんの？いるでしょ。いるでしょ。だってさ、あのさ、クラスの友達に聞いたら1年には2センチぐらいしか伸び、普通伸びないよ。2センチ？って言われたの。本当それはないよ。本当に言われたの。本当。10センチなんてありえないと思ってた。10センチも伸びるの人って1年で。伸びるよ。伸びるじゃん。伸びました。イエーイ。ちょうど伸び盛りなのかな今しもちゃん。ね、うん、もうママのせあと10センチでね、超えちゃうんだ。ね、抜かされちゃうもん。ピンチだよ、ピンチ。あと何センチ？今141センチ、ママは？151センチ。あと10センチだー！じゃあ来年抜かされちゃうかもしれない。やばいじゃん。やばいね。もう大人と変わんなくなる。ママが見上げるのやだー。で、今日しーちゃん、1年前に着てた服を着てるのか。そうだね、その服ちょうど1年前、下でしょ。下か。どうした急に。この1年で。でも特になんかさ、これといってさ、してることといえば何だった？縄跳び。学校で縄跳びは去年いっぱいするって言ってたよね。それと、で、ご飯、夕ご飯もちょっと残してたね、ご飯ね。3分の1とか残してたり、あとおやつを全く食べないんじゃないんだけど、あんま食べなかったね、去年ね。幼稚園の時、ワクワク食べてたよ。すごい食べてたもんね。あ、幼稚園は確かに食べてたね。ご飯食べて、おやつ食べて、ご飯食べて、ジュースも飲んで、食べ過ぎだよって言ったら、いいちゃん美味しいんだからダメなのって言われてた。今ジュースも飲まない。そう、今家に全部水かお茶だね。水美味しいんだもん。率先して水だからね。どっか行っても水。カラオケ屋でも水。あ、そうそうそう。前ね、太陽チャンネルさんとエノレラ TV さんとね、結構前カラオケで、だ衝撃だったよママ。で、あの時衝撃だったもん。コラボしてさ、じゃあ飲み物頼もうってさ、言ってくれてさ、みんなでこう、ジュース、ジュース、ジュースって。しおちゃんは水で。はい、水太陽ママさん、えって言ってたよ。遠慮しなくていいんだよって言ってたよ。なるほど。でも帰ってきたら必ずオレオを今食べてます。そう、最近ちょっとね、オレオにハマって、オレオ食べてんだけどね。この夏どうなるか。急にしーちゃんのお腹がぽっこりしてたらオレオの食べ過ぎですね。この動画の続編はまた夏に。そうだね、しーちゃんの体型が夏にどうなってるか。オレオがどれだけ罪なのか。まだいっぱいあるよね、家にオレオ。この前コストコででっかいの買ってきちゃったからね。しほちゃんに買ってきてって頼まれたからね。頼んだもん。食べる食べる。続編を楽しみにしててね。バイバーイ。私は楽しみじゃないよ。グミ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 ペア。サンジーだおやつだ。